ヘンリー・コンラッド・ジョアンズ・ヒュースケンは、幕末伊豆国下田の玉泉寺に設置された、中日アメリカ総領事館の通便館。上位派によって暗殺された。アムステルダム生まれのオランダ人で、父は、石鹸製造業者のヨアンネス・フランシスクス・ヘースケン、母は、ヨアンナ・スミットである。14歳の時に父を亡くし、21歳の時に母を、残し単身アメリカに渡り、 アメリカ国籍を取得する。徒兵語は職を転々とし、空約わずの生活を余儀なくされるが、彼が日頃よく足を運んでいた教会の牧師から、今度日本に派遣されるタウンゼント・ハリスという男が、オランダ語を話せる若者を通訳として、雇いたがっているという話を聞き、応募した後に採用される。1856年に、初代アメリカ総領事、 タウンゼント・ハリスに伴われて来日し、ハリスの秘書券通訳を務めた。1861年1月14日に、プロイセン王国施設宿舎であった赤羽接遇所から、アメリカ公使館が置かれた全空寺への木と、赤羽広公寺内氏は、芝赤羽新門前町の中の橋の北側で、上位派、老子組所属の薩摩藩士、井ム田昌平。 日渡し八兵らに腹部を深く切られ、全腹自粛者に運ばれたが翌日死去した。28歳坊津。ヘンリー・ヒュースケンの墓、東京都港区、光林自爆府は、ヒュースケンの遺労金として、陽銀4000ドル、母ジョアンネフ助料6000ドルの経営1万ドルを、上位金として支払って、事件を落着させた。 その後も上位派による外国公使館や幕府要人襲撃事件は後を絶たず、事態を重く見た幕府は辻番書に外国人保護を訴える標識を立てたり、外国語用出役を新設したりするなど、外国人警護に努めたが効果はほとんどなかった。1855年から1861年まで記された旧スケン日本日記は下田に到着するまでの日本に向かう。 南方航路の印象、外交接触や日本での見聞を綴ったもので、幕末外交史の貴重な資料となっている。墓碑は、東京都港区南麻布4丁目の光林寺に、ある。日本における風俗として、浴場における、混浴の習慣はハリスには耐えきれないものであったが、旧スケンはたびたび混浴の様子を見に行った。しかしこれには、市中の人間が迷惑したとされる。 アメリカ側の記録である、下田物語によると、1857年1月には、街中で刀を向けられて脅されている。一説によるとこれは、大場98の古文で、武藤派役座の赤鬼金平の仕業であり、外交問題になるのを恐れた幕府は、金平は狂人でありますからと釈明したとされる。ありがとうございます。